はい、こんにちは、えー。今回はゲーム理論の解説をしていくんですが、まずはゲーム理論とは何なのか簡単にお話しましょう。それは、複数のプレイヤーの行動や意思決定を分析する理論のことと、そしてこのゲーム理論って本来は数学の一部なので、そのめちゃくちゃ真面目にやろうと思ったら当然ですね、ゴリゴリに数学が出てきてしまうわけなんですが、えー、簡単なモデルに限って言えば、かなり優しい言葉だけで正確に理解ができるものなので、今回の授業ではそういったものに絞ってですね、難しい数式を一切使わずに説明していきたいと思います。 そして今回の授業の目標はゲーム理論で出てくる重要なキーワード3つ。囚人のジレンマ、ナッシュ均衡、パレート最適をしっかりと理解することです。ではですね、囚人のジレンマから話をしていきましょう。えー、こんな状況を考えてみてください。今、A と B っていう2人が、えー、共犯でですね、ある軽犯罪で捕まりましたと。でも2人とももっと重い罪を犯していると疑われています。そこで2人に、えー、こんな説明がですね、警察の方からなされますと。 今、二人ともこのまま、その、重い罪の方について黙っていれば、まあ、軽犯罪でだけ罪に問われて、懲役ね、二人とも2年って言ったところだろうと。ただし、もし、正直に自白してくれるんだとしたら、えー、その罪を見逃してやろうと。で、一人だけ自白して、一人が黙,り、えー、黙ってたら、すべて黙っていた方に罪が、まあ、押し付けられて、そいつは懲役10年と。 でも、もし、二人とも自白した場合は、懲役5年5年になると言われて、はい、考えて来いって言われて、別々の問い調べ室に行かされるわけです。今の状況をちょっとね、表にしてみましょう。もし、二人とも、えー、その重い方の罪について黙っていたら、懲役2年と。なので、ここにこう書きます。はい。二人とも、黙秘、黙秘。こっちは A の行動、B の行動です。黙秘、黙秘だったら、これ、 今このカッコの左側が A にとっての数字で、カッコの右側が B にとっての数字です。今マイナス2っていうのは、懲役2年って嬉しいことじゃないので、マイナス2にしてあります。B も同じでマイナス2。そして、さっき言ったように、1人がもし自白して、もう1人が黙ってたら、正直に言った方の罪は見逃されるので、懲役0年です。ただ、黙り続けていた方に全ての罪が負わされるので、マイナス10と、懲役10年になると。こういう状況ですね。 ここは A が自白、B が黙秘の場合です。もちろん逆も同じで、A が黙り続けてて B が自白したんだったら、B の罪だけが見逃されるので、ここは0になって A はマイナス10になりますと。ただ、二人とも自白自白した場合には、懲役5年なのでこうですね。はい。今こういうふうに、まあ、お互いの損得を数字で表した表を作っていました。こういうのをよく利得表って言ったりします。 はい。ではですね。まず A の気持ちになって、どっちの行動を取るべきか考えてみましょう。えー、A の気持ちになります。で、まず B が黙秘した場合について考えてみましょう。黙秘してると仮定します。その場合、自分はどっちの行動を取ったらいいかと。はい。なので、B が黙秘固定なので、ここの場所だけで考えれば OK でしょうと。その場合、どこの数字見ればいいでしょう。A にとってのその利得、プラマイって、左側にあるのでカッコの。この数字を比べればよいと。 だから、ここで、マイナス2がいいか0がいいかです。もちろん0の方が嬉しいので、こっちと。はい。こっちを選びますよと。えー、じゃあ、もう一方の B が自白してるんだとしたら、そう仮定したときに、どっちの行動を取るべきか考えます。えー、もちろん見るべきは、この左側の数字ですよね。マイナス10とマイナス5、どっちが、まあ、マシかというと、マイナス5の方がマシなので、こっちを選ぶでしょうというわけです。はい。では、次に B の気持ちになってみましょうと。 B についても同じことをします。A が目秘してると仮定して、その条件のもとでどっちのコードを取ったら方がいいかと。目秘なんでここだけ見ればいいですね。もちろん、注目すべきポイントはカップの右側で、マイナス2か0を選びます。0の方が嬉しいので、こっちがいいですねと。自白を選びますよと。で、相手がもし自白してるんだとしたら、マイナス10とマイナス5で比べて自白した方がいいなと。なるわけですね。はい。で、こういった まあ行動の選び方のことをですね最適反応って言いますはい最適反応それは相手がある戦略を取ったという条件のもとで自らの利得を最大化する戦略のことだから今丸したやつっていうのはどれも最適反応になってます例えば最初にやったとところだと A にとっての A の戦略を考えます。今、コードのことを戦略って言ってます。ゲーム理論ではよくこういう使い方をします。戦略を考えます。B が黙秘したという戦略のもとで、自分の利得を最大化するのは、黙秘か自白かってことで、マイナス2か0を比べるので、自白の方が最適反応になると。で、もし相手が自白しているという条件のもとだったら、利得を最大化するのは、マイナス10とマイナス5で自白している方なので、こっちを取ります。こういうのを最適反応というと。 そして今この表を見てみるとわかるように、どっちも最適反応を取っているような場所があると。そういう状態がありますよね。それがここです。えー、この場所のことをですね、ナッシュ均衡って言います。はい、ナッシュ均衡、それは各プレイヤーの最適反応の組み合わせと。 各プレイヤーって、今今回は2人ですが、一般には何人でもいいので、えー、こういうふうに書いてます。各プレイヤーの最適反応の組み合わせ。こういう場所のことをナッシュ均衡と言うと。はい。でですね、これ、よくこのナッシュ均衡の場所のことをゲームの回と言ったりします。なぜかというと、2人ともしっかりと考えた先に行き着く場所だからですよね。その最適反応をどのケースでも考えてみて、で、相手側のも考えてみたら、 まあ、えー、相手もこの選択をする、自白をするはずなので、この場所に最終的に行き着くと。そういうふうに、このゲームっていうふうにも、えー、これをゲームと言ったときに、ゲームのその行き着く先、各プレイヤーの戦略、えー、取るゴールがここになるので、こういう場所をですね、ゲームの回と言います。だから、ナッシュ均衡でゲームの回と言われたりすると、えー。でもですね、この表を見てみると、えー、不思議なことに気づくかと思います。あのですね、二人とも、まあ、言ったら協力して、黙秘黙秘の方が絶対にいいわけです。 こっちの方がいい。マイナス5、マイナス5よりもこっちの方がいいですよね。だから、もし2人がその別々の取り調べ室じゃなくて、協力ができる状況だったら、もちろん、こっからこういう風に移りたいわけです。選択を。どっちも協力した方が得だから。ただ、協力ができない状況だと、まあ、どっちも損するような状態に陥ってしまうと。だからまあ、こういうようなね、状況よく習字のジレンマって言ったりします。協力し合った方が得なのに、協力しなかった時に、 え、利益が出るような構造になっていると、どっちも損するような場所に落ち着いてしまうと。なかなかまあ、そのジレンマって気持ち分かりますよね。で、今この青い矢印で書いたのにもですね、実は名前があります。それをパレート改善って言います。 はい。パレート改善。それは、どのプレイヤーからも文句が出ず、少なくとも一人のプレイヤーが得をするような状態の変化のことと。今この青い矢印見やすいように太く書きましたが、これ同じものだと思ってください。このパレート改善って別にあの、協力できるできないとかっていうのは置いておいて、ただ仮想的にこっちからこっちに吸った方がいいのになっていう話をしてます。で、この定義ですね。まあ少し難しいんですが、しっかりと理解してみましょう。 どのプレイヤーからも文句が出ずって、これ何が、何を言ってるかというと、文句が出るのは自分の利得が下がるときですよね。もし変わらなかったら、まあ文句は言いません。まあ別にいいけどってなりますよね。だからまあ、ちょっと数学の記号を使うと、文句が出ないっていう状況は、あの、不等号のこれです。イコールがつくような状況のこと。今の利得以上だったらいいと。いわゆるイコールでも OK ですっていうのが、文句が出るのね。文句が出ないの定義ですね。そして、 少なくとも一人のプレイヤーが得をするって言ってるのは、得ってのは完全にこのイコールがついてない。今の自分の利得よりも変化後の方が上になってるというような状況が得をするって言ってます。だから、その、どのプレイヤーからも文句が出ないような状態の変化にすると、誰も得してない。ただ単にみんな同じ数字の変化が入っちゃうので、パレート改善にはそれを入れてません。それは改善できたとは言わないので、少なくとも一人は得をしてるようない状況を考えましょうと言ってるわけです。 今考えてる、こっからここの状態の変化って完全にこの定義満たしてますよね。パレート改善になってます。だって、マイナス5とマイナス5からマイナス2とマイナス2に行くことを考えると、もちろんどのプレイヤー、今回2人だから A も B ももちろん文句言いません。変えられたら嬉しいよねと。だってマイナス5がマイナス2になるわけだからと。そして、少なくとも1人のプレイヤーが得をすると。今回はどっちも得してます。2人が得してるので、これパレート改善になってるわけですね。だから本当は、なんかまあ、うまくね、その、 え、意思疎通が取れれば、もちろんこっちからこっちの方がいいんだと。だからこれはパレート改善になってますと。で、この段階でナッシュ金庫の特徴について補足したいんですが、ナッシュ金庫の特徴はですね、これ、こっから単独で戦略を変更すると、絶対に損するという状況です。例えば、じゃあ A が、こっからですね、単独で戦略を変えたとしましょうと。この状況で A が戦略変えるっていうのは、A はこれ今自白してるので、目くになったらここになります。ここ。 今、A がマイナス5からマイナス10になっちゃいます。だからこれ損しますよねと。だから単独で戦略変えても得できませんと。そして、えっ、ー、と、じゃあ逆に B だけが戦略を変えたいとしますと。こっからこうなるとどうでしょう。こっからこうなると。マイナス5からマイナス10なので、これ全然ダメですよねと。だから、その、単独で戦略変えてもダメっていうのがですね、ラッシュ金庫の特徴です。だからここにも陥ってしまうわけなんですが、まあ、そういうのを ただ単に状態の比較だけしたときに改善できるかどうかって話がですね、このパレート改善って話です。だからこっちからこっちの方がいいやでね、と。そして今、ここについてちょっとよく見てみてください。マイナス2、マイナス2という状況。こっからさらにパレート改善する方法ありますかと。ちょっと睨んでみてください。この表を。さらにパレート改善する方法ありますかもちろん、こっちからこっちはですね、改善になってません。では、こっちからこっちは マイナス2からマイナス10になる A は、これ嬉しくないので絶対文句言います。でも B は本当は嬉しいんですね。マイナス2から0になるから。ただ、パレート改善って、二人、えー、その、全参加者がですね、文句が出ないっていう条件があるので、それはダメでしょと。だって A が文句言うから、逆にもちろんこっちからこっちもですね、マイナス2からマイナス10になる絶対 B が文句言うので、これもパレート改善になってないと。だから、この左上の場所って、もうこれ以上パレート改善できないですよね、と。青っかいます。 はい。こういう場所のことをパレート最適って言います。はい。パレート最適、それはパレート改善の余地がない状態のことと。だから、ここがですね、パレート最適な場所なわけです。はい。でもですね、まあ、これ、まあ、よく、えー、ここだけの、ね、説明をしているものも、えー、見るんですが、そのネットの、えー 記事とかだとかただですね、正確にこの定義を見てみると、実はですね、まあなんか一番嬉しそうなこの場所以外にもですね、パレート最適の場所ってあります。なんかその、どうしても、最適って名前がついてるから、なんかね、一番良さそうな場所一つを選んでしまいがちなんですが、しっかりと定義を考えると、まだこの囚人のジレンマのモデルにはパレート最適な場所があるはずです。ちなみにあの、パレート最適って、パレート効率的とね、言われたりもします。まあ多分その言葉の感覚としては、最適よりも、 その効率的の方が、まあ、しっくりくるかなと自分は思いますが、まあ一番そのよくね、使われているパレット最適っていうことはここでは使ってみています。はい。ちょっと探してみてください。と言われてもまあ見る場所もね、えー、少ないんですが、えー、っと、ここどうでしょう。ここ。マイナス10、0っていう。ここからここに行くとパレット解説になってるかっていうと、このマイナス10からマイナス5の A は嬉しいけども、B は嬉しくないですね。0からマイナス5なので。 で、こっから、ここも、えー、じゃあ、えー、減ってる方だけ見ますか、じゃあ。もう0からマイナス2なので、B から文句が出ます。こっから、ここも、えー、0からマイナス10だから、B が文句言いますよ、と。えー、なので、これも実はですね、もうパレート改善の余地がないパレート最適になってます。で、同じ理由でですね、この左下も実はパレート最適になってると。はい。実は、この中の中事例まの、えー、中にはですね、そのパレート最適な え、場所、状態って、え、3箇所あります。はい。それ聞くとね、なんかね、なんかパレート最適ってあんまり使い心地良くないなと思うかもしれません。なんか一つに決められないのかってね、もうちょっとなんかね、そのこれがなんとなく良さそうじゃん。その平和でっていう。パレート最適っていうのは公平さ全く考えてません。その公平さがなくてももう、その、 このパレート改善ができなかったらパレート最適って言ってしまうので、マイナス10、0ってもうゴリゴリに不公平なわけです。こっちも同じ。0とマイナス10ってゴリゴリに不公平だけども、もうこれ以上パレート改善できないからパレート最適と言うと。だから気をつけてほしいのは最適、最適って言葉だからなんとなくいい気がするけども、その公平さのかけらもないというか、公平さを考えてません。はい。だからまあね、そのさっき言ったように、なんか不便だなと思うかもしれませんが、こういう時にですね、その、この3つにも優劣はつけれません。パレート最適の中で。ただ、その便宜的に、 こうなってしまったときに、よく考えられているのは、考えられるのは、その利得の合計、お互いの合計が一番大きいやつを、ま、一つね、そのいいものとしましょうっていう評価基準、あ、評価基準はあったりします。だから今回で言うと、合計マイナス10、マイナス10、マイナス4なので、マイナス4が一番大きいから、これをね、その評価基準としていいものとしましょうっていうのもありますと。これは参考制度です。しっかりと理解してほしいのは、ナッシュ金庫はここ、定義から。 で、パルツ最適はこの表だったら3つ生まれてくるということをですね、しっかりと理解してください。はい。そしてですね、その、この囚人のジュレンマーっていうのは、その、今話した状況、実際のその囚人の話は結構なんか、あんまり現実味がないかもしれないけども、実はですね、日常の中にかなり潜んでます。例えば有名な例で言うと、価格競争、2つの会社の価格競争でこういう状況になりました。 その値段、金、えー、その価格の設定を維持する、安くするって考えると、その一方だけ安くすると、まあその得をする。から、まあいいかなと思うんだけども、どっちも安くしてしまったらどっちも利益が下がって、まあ言ったら協力し合うよりも良くない状況に陥ってしまうと。どっちも値段下げて利益が出ないと。まあ、そういう構造になっていたりとか、あるいは結構ね、その悲しい話ですが、学校のいじめの問題とかもですね、よくこれを使って話されます。 そのいじめをしないするで考えたときに、そのいじめを自分だけしなかったら自分がいじめられてしまうっていうすごくマイナスな、えー、マイナスなことが起きるっていう構造があったりすると、その最終的に、えー、行き着く先、そのラッシュキンの場所っていうのが、まあ全員がいじめに加担してしまうって場所になったりとかっていうケースがですね、まあ、よくあるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、その日常の中で数字のジレンマの構造になっているものを皆さんもですね、いろいろと探してみてください。まあ、かなり見つかるはずです、えー。ではですね、ここから、まあこの えー、最適反応、ナッシュ均衡、パレート改善、パレート最適という言葉に慣れてもらうためにですね、えー、もう少し、この集中の事例マ以外のモデルも扱ってみましょう。では、まず男女の争いというモデルから考えてみましょう。これはですねあの、男の人と女の人がデートに行きたいんですが、それぞれ行きたい場所が異なると。 え、男の人が野球に行きたくて、女の人が買い物に行きたい状況を考えてます。えー、ちなみにこれあの、海外の教科書とかだとよく、男の人がボクシングに行きたくて、女の人がオペラに行きたいって設定なんですけど、なんかまあ、それ日本で話すとなんか、ボクシングも大概だけど、オペラに行きたい。オペラってなっちゃうんで、あの、野球と買い物にしておきました。えー、ではですね、考えていきましょう。あの、そもそもデートが制立しなかったらダメなので、えー、お互いの主張が違った場合はゼロゼロにしてあります。 デートが成立する野球、野球、買い物、買い物の場合に、まあその、性のね、利得が発生して、えー、行きたい方に行けた時には2、違う方には1にしてあります。だからこういう利得表が出来上がると。ではですね、最適反応を考えていきましょう。えー、まずはじゃあ男の人の目線に立ちます。男の人の目線に立つ。では女の人が野球を選んだ場合について考えましょう。その場合自分がどっちを選択すべきかというと、 ここを注目するんでしたね。カッコの左側が男の人の利得なので、2と0を比較して2の方がいいなと。野球を選んでるんだったらもちろん自分も野球を選んだ方がいいでしょうと。では次に女の人が買い物を選んでるとしましょうと。その時には0と1なので、えー、買い物に行った方が良いと。これが男の人の最適反応ですね。では女の人の最適反応を考えてみましょう。じゃあ男の人が野球を選んでるとします。野球を選んでるとする。その時には1と0なので、まだね、デートが成立する野球の方がいいでしょうと。 え、男の人が買い物を選んでるとすると。その時には0と2なので、もちろんね、2の方を選ぶと。はい。そうすると、最適反応の組み合わせであるナッシュ金庫が2箇所できます。はい。だから、複数のナッシュ金庫がある場合もあるので注意してください。今回はまさにそのケースと。えー、では次にですね、パレート改善があるかどうかを判定しましょう。えー、じゃあ、まずここ見てみてください。デートが成立しなかったケースから考えます。 じゃあ、左下見てもらって、00からここに行くのは、明らかにパレート改善でしょうと。誰も文句言わないし、少なくとも一人が得をしていると。ちなみに今回は二人とも得してます。もちろんこっちにも行けるし、こっち側にもパレート改善できますね。はい。同じように、こっちにも行けるし、こっから。こっちにもパレート改善できるので、こいつらはパレート最適ではありません。では、こいつらはどうでしょう。21から動くとこれはダメ。動くとダメ。こっからここも、 これ、女の人はいいけども、えー、男の人はもれ、えー、これ文句言うので、もちろんこれパレート改善になってないと。逆もまた視界なので、パレート最適なのはこの2箇所です。はい、だから、このゲームについては、ナッシュ均衡の位置とパレート最適の位置が、えー、一致していると。そういう状態でした。はい。ちなみにですね、あの、これ完全な余談なんですけど、えー、自分のですね、初デートの場所は水族館でした。 ちなみに年齢はですね、なんと、えー、中学1年生の頃っていうね、中学1年生の頃に初めて彼女ができたんですけど、あの、もう本当にクラスで一番早かったね、奇跡なんですけど、その時に、まあそのデートに行こうってなって、えー、決まった場所が水族館、地元の水族館で、やっぱりその中学1年生なんで、全くお金を持ってないわけですね。だから、まあその親にね、相談しなきゃいけないと。でなんかその、家族で外食に行ったタイミングかなんかで、まずね、お母さんに、 そのデートに行きたいんだけど、お金をくれないかというわけです。そしたらまずびっくりするのがもちろん、え、もう彼女できたのとびっくりするわけですよね。で、なんかまあね、そのお父さんもお母さんも盛り上がるわけです。まあその息子にね、初めて彼女ができたから盛り上がって、なんかまあその盛り上がったテンションのまま、よかったとお金あげるから5000円あげると。で、今からじゃあ集合写真持ってくるから、それでその、もしそのお前のね、彼女を当てたら、プラスね、5000円やると。 盛り上がってくるわけです。おお、その当てっこゲーム始まる。自分もね、深く考えてなかったから、おっ測ってこいやって感じでね、そのゲームを、ね、引き受けたわけなんですけど、いざね、その集合写真持ってきて、じゃあその女の子をね、当てようってなった時に初めて気づくんですよね。これがもう明らかに正解のないデスゲームであること。要するに、そのこの子この子 <laughs> ってやっていくけども、なかなか出なかったらめちゃくちゃなんか失礼なわけですよ。だから、その集合写真を目の前にして、 さいざって時に、全員が気づいたんですよね。あ、これやばいな、デスゲームだなと。すごい空気になりました。でも、その自分のお母さんがめっちゃ緊張して、いろんなことを多分考えながら震える手で、この子かなって言った子はですね、一発目外れでしたね。で、なんとか、その、まあ、まあ、効果不効果、二発目には当たったので、なんかまあ、そのね、優しい判定でね、プラス5000円で、あの、1万円をもらってね、贅沢に水族館デートに行ったんですけど、 あの、皆さんもですね、ゲーム始める前はね、あの、くれぐれも注意してください。デスゲームにならないように。はい。っていうね、まあ、半分で、ね、自慢だったかもしれませんが、えー、水族館でね、魚の説明読むのに夢中になりすぎて3日後に振られてるんでね、あの、皆さん落ち着いてください。はい。ではですね、えー、続きの話をしていきましょう。あ、ちなみにあの、今回のこの動画の、えー、コメント欄にはですね、今回の授業の感想と、えー、初デートの場所をね、下に書いてください。ぜひ。えー、デート行ったことない人はね、なんだろう。 え、お寿司の好きなネタでも書いといてください。え、では、次の話しましょう。えー、チキンゲームの話し,します。チキンゲーム。これ何かというと、こういう状況を考えてほしいと。なんかまあ、ヤンキーとかいいですね、想像するには。ヤンキー二人が車に乗ってます。で、お互いにこうやって近づいてきます。近づいていく。だから、要するにどっちがビビリかを決めると。で、もう怖くて回避する。曲がってしまうか、直進続けるかっていう、二つの戦略があるとしましょうと。はい。ではですね、えー、ちょっとあの、利得表を見てほしいんですが、 これまあ当然のことが書いてあります。直進直進選んだ場合はもう第一項です。これはもうマイナス10マイナス10でいいでしょうと。で、一人が直進して一人が回避した時にはもちろん回避した方がビビリっていう判定を受けるので、あの、1とマイナス1になってます。はい。で、回避回避の場合はなんか気まずいだけなので、0-0、えー、になっていると。まあ、こういう状況を考えましょうと。ではですね、まず A の気持ちになってください。A だったらまずどうします自分だったらですね、こんなクソゲーム参加しません。 あの、そういう話じゃないので、えちゃんと最適反応を考えましょう。じゃあ A になった気持ちで最適反応を探していきます。え、相手が直進を選んだとしましょうと。その場合は、マイナス10とマイナス1比べればいいから、もちろんこっちを選んだ方がいいと。もちろん直進してくるって決まってたら絶対回避します。はい。では、え次回避を選ぶケース。ここを見たらいいですね。え、1と0比べるんで1を選ぶと。相手が回避するんだったら直進選んだ方がね、その度胸があるってことなので、もちろん直進選びますよと。 えではですね、次に B の最適反応を考えましょう。相手が直進するとします。マイナス10とマイナス1比べてマイナス1の方が良い,いよねと。相手が回避します。1と0比べて1の方が良い,いよねと。はい、こうなります。なので、えー、お互いの最適反応の組み合わせであるナッシュ金庫の場所は、こことここと。はい、ここがナッシュ金庫の位置でした。ではですね、えー、次にパレート改善ができるかどうか考えてみましょう。 えでは、パレート改善できるかどうかえ。明らかにじゃあ悪そうなところから見てみましょう。マイナス10、マイナス10からパレート改善できるかどうかを考えますと。ここから、ここに移ったら、二人とも嬉しいですよね。マイナス10からマイナス1、マイナス10から1なので。これはもちろんパレート改善になってる。で、こからこれももちろんパレート改善になってるし、ここからこれももちろんどっちもプラス10なので、ゴリゴリのパレート改善になっていると。はい。では別の場所も見てみましょう。 えでは、ここ行きますか。1-1。もちろん、これ、パレート改善にはなりません。ここから、ここ,とこっていうのも、これ、1-1っていう、マイナスになってる人がいるので、これもできない。ここから、ここも、1から0って減ってる人がいるから、パレート改善ではないと。だから、これ、ここと、ここは、パレート最適になってますね。じゃあ、ここは ?00 はもちろん、こうやってパレート最適になってるから、ここはなくて、 こっから、ここも、一人がマイナスになっちゃうから、パレット最適にはなりませんと。もちろん、これも同じ。だから、00っていう右下のやつもパレット最適です。はい。だから、このゲーム、チキンゲームというモデルは、えー、パレット最適が3箇所なし、金庫が2箇所のね、ゲームでしたということになります。はい。ではですね、次に行きましょう。最後、あの、えー、プレイヤーの数は2人だけども、戦略3つにしてあります。だから、その場合は、こういうふうな 3×3 の表になると。 この利得表についてですね、調べていきましょう。えー、まあ直感的にじゃんけんってね、まあ今まで経験的にも、なんかナッシュ金庫みたいなものはなさそうな気がしますよね。えー、それかどうか、正しいかどうか見ていきましょう。えー、ではですね、最適反応を考えます。一応最適反応はね、考えられます。えっ、ー、と、じゃあ、A の最適反応から考えましょう。相手がグーダスとしますよと。だからこの列見ます。0-1、1、1どれがいいですかもちろん1がいいですねって、まあ一応これ数字見て言ってるんですけど、 言葉にしたらめっちゃ当たり前で恥ずかしいぐらいです。相手がグー出すんです。何出しますかって言ってます。パーですよねって話を今数字で見てるだけです。アイコが0で勝,つ、えー、勝った時が1、負けた時はマイナス1な表になっていて、もちろん勝つ1を選んでるわけですね。同じように行きましょう。相手がチョキ選びます。1, 0, -1、0、マイナス1もちろんグー選びます。相手がパー選びます。もちろんマイナス1、1、1, 1、0で1選びます。チョキ選びますと。えー、これがですね、A の最適反応。では B の最適反応行きます。 相手がグー選びます。もちろん自分はパー出します。ここですね。えー、相手がチョキ選びます。自分は1のグー出します。相手がパー選びます。もちろん自分はチョキのここ出しますよね。はい。そうなりました。そうするとこれ見てわかるように、えー、最適反応の組み合わせになっている箇所がありません。だから、このゲームにはナッシュ金庫が存在しないということになります。そういうゲームもあります。はい。でですね、えー、次にパレート改善があるかどうかを見るんですが、パレート改善、 どうですかねこれもなんか、なさそうな気がしますよね、直感的に。一応ですね、見てみましょう。じゃあ、00から見ますが、00から、こういうふうに、こういうふうに言ったらもちろんどっちかが負ける。数字で言ったらどっちかがマイナスになっちゃうから、変化がマイナスになっちゃうので、もちろんこれパレート改善ではないと。もちろんどこも同じ。なので、こういうふうな、どっちかが勝つケースにはパレート改善にはならないと。じゃあ、アイコからアイコはどうかっていうと、別に誰からも文句は出ません。まあ、グーグーなゲームに対して、 ねえねえ、ちょくちょくにしないって言われても、ま <laughs>、別にい,いよってなるから、えー、文句は出ないけども、これ、ね、パレート改善の定義は少なくとも一人が得しなきゃいけません。だからこういうなんかその何も変わんない移動ダメなわけですね、状態の変化は。だから00から00っていうのはパレート改善にならないので、実はどこも、えー、もうパレート改善の余地がないパレート最適になります。 はい、以上ですね。まあ、こんな、えー、モデルを見てみたら、いろいろとね、えー、今回扱った、え、ね、ナッシュ金庫とかパレット最適のね、意味がね、つかめたと思います。えー、ちなみにやっぱりその、数学とかやる上で、その、解がないってすごく気持ち悪い状態で、その、ゲームの会っていわゆるナッシュ金庫だったわけです。で、これがいわゆるそのナッシュ金庫がない、なんかゲームの解がないような状態ですごく気持ち悪いですよね。で、実はですね、これをうまく、まあ、回避したというか、これをですね、うまく克服した人物がいます。それが、 えー、さっき、さっきというか今までね、やってたナッシュ金庫の、えー、依頼であるジョン・ナッシュっていう数学者の人で、その人がですね、実はその混合、えー、混合戦略って言って、その戦略を選ぶのを確率的にするって考え方を用いてですね、そういった、えー、場合には、有限ゲーム、まあ、つまりそのプレイヤーの人数が有限で、戦略が、えー、戦略の数は有限なゲームに対して、だからまあ、普通考えるような、えー、通常のゲームに対しては、必ずですね、ナッシュ金庫が存在することを示したと。 まあこういうですね、でかい業績があって、えーまあ、そのゲーム理論を、ね、大きく進めたということでですね、このジョン・ナッシュはですね、ノーベル経済学賞をもらってます。なんと、ノーベル経済学賞、数学者か、ノーベル経済学賞と。えー、ちなみにですね、そのジョン・ナッシュの反省を描いた映画、ビューティフルマインドっていうのがね、すごく名作なので、気になった方はぜひ見てみてください。ということで、今回は、えー、ゲーム理論のね、入門的なお話でした。ぜひですね、えー、ここら辺で言った話に関してね、コメント待ってますので、えー、ぜひたくさん書いてください。お疲れ様でした。